皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も日帰りナイスで遊んできます。さあ皆さんありがとうございます。おかげさまで、なる動画もですね、早3年を迎えることとなりました。これも日帰りナイスさを見ていただいているからですね。いや嬉しい。出席第500日ということでログインボーナスですよ。私知らなかったんですよね、途中まで。で結構ずっとログインしてて、なんかこちらのあれですよね、上に表示されるようになって初めて気づいたんですよ。で、頑張って500日ですね、コツコツログインいたしました。おー、おーいちゃんですか。いやー、超激かわですね。そう、かわいいってことですね。かわいい、激かわいい、その上が超激かわいいとですね、にゃんこ大戦争さみたいな感じで言ってますけど、いやー嬉しい。じゃあいただきましょう。授業式ですね。いやー、何か悩んでいるの？よかったら聞かせてくれる？いやもう悩みはないですよ。500日どうやったらログインできるかなっていう悩みがあったんですけども、今解消されましたね。すごい。早くお会いしたいですけどね。わあ、たくさんいらっしゃる。またあれデザイン変わりましたね。デザインというかお選びする、昔違いましたよね。まあいいですよね、どんどん変わっていくと。ああ、大井ちゃんになってますね。さあ、かいひめちゃん一番最後ですか。何か悩んでいるの？よかったら聞かせてくれる？すごいですね。なるほど君のお部屋もこんな感じにしたいですけど。ではちょっと後のお楽しみということで、他に何かお見せしたい。あ、そう、ランクも上がるんですよね、今日で。あー、なんでひどい。これ選べるんですか。ポイントは、あ、こちらと交換できるんですね。私が他にお出ししてる王室姫ミスさんとかは、あれですよね、ポイント交換とかで美女さんのなんか、札がいただけるんですよね。10枚いただいたら、交換できる美女さんと。日帰りナイスさんはないですよね。まあ、いったこういうご高齢みたいな感じのやつなんですけど、多分こちらではないですよね。ゲームごとで結構違いますからね、システムが。ある程度根幹は同じなんですけど、遊び方とか、まあこういう、あれですか、経営とか。で、今私は、正4位ですか。ですので、人望がゼロなんですけど。なので、あともうちょっとで召喚できるんですよね。165成績上がると召喚できるので、召喚でも、使用感ということで行ってみましょう。多分これジャストだと思うんですよね。ちゃんと私計算してから、ちょうどランク上がるようにしましたからね。微調整済みですよ。さあ、あと4回。いやー、これも長かったですよ。9万4000ですからね。だいたい1日200か300ぐらい、え？ん？召喚、あ、召喚、そう。ここで召喚するわけじゃないですね。そう。ちょうど3ぐらい増えましたけど。ここで召喚するにした、そういえば。忘れてましたね。じゃあ行きましょう。スーパーなんちゃらなんちゃらですね。レベルアップと。あー、武将の方。組織さんって読みするんですかね。だいたい右側の音読みでお読みすればお読みできるんですけど、あ、ログインボーナスもそう。昨日、あれですね、こちらのいただきましたので、陥落連休っていうんですか。早くゴールデンウィーク来てほしいですね。連休があると私もたくさん動画を撮りできるんですよね。ですから、日帰りのやつさんもあと、残すは多分1回ぐらいなんですよね。動画を出しできるの。サダちゃんでしたっけ、が確か、1万6000元宝か、その場合の3万2000元宝あれば、お嫁さん来てくださるんですけど、なかなかそのイベントが来ないんですよ。ローテーションですから、欲望都市さんとかもそうですよね。成り上がりさんとかも。さあ、出航せよと。すごい。もう世界を攻めるんですね。サーバー29とサーバー30。若干サーバー30の方が領域が広い気がしますが、気のせいですかね。交換ショップ。そう。
あー、資格がない。資格試験受けないといけない。なんか私も資格あんまり持ってないですけど、皆さんなんか持っていらっしゃいますか？多分英検とか昔学校で受けないといけなかったら受けて準2級持ってましたけど、まあ、よく私のライブ中言ってますけど、2級は1点足りなかったんですよね。ちゃんと結果見れるんですよ。点数が不合格で、よく見たら1点足りなかったんですよ。合格ライン。悲しい。では物語は、あー、ここですか。だいたい3日ぐらいかかりますからね、ボス倒すのに。さあ、かなり余裕ですけど。そう、スキップができないのが痛いですね。さあ、ではちょっと飛ばしますか。さあ、ではボスまで来ました。どれぐらいヒットポイントあるんですかね。もう桁が数えきれないぐらいありますけど。全然減らない。桁は100万、1000万、3億、4億ですか。あの、点打ってあるとこがあれですよね。その月が1000で、もう1個打ってあるのが100万の単位でしたっけ。っていうのを覚えておけば、結構簡単に見れるんですけど、数字。もう1個あると、10億ってことですかね、多分。3個ずつ、3桁ずつですよね。さあ、これはあと、やっぱり3日ぐらいかかりますか。武将は多いんですけどね、もうそろそろいなくなる。おお、結構武将いらっしゃいますね。あ、先ほども1人増えましたからね。さあ、では。特に増えてはないですよね、他に。機能が増えてるとか。美人図鑑シェアって何ですか？アップデートできたんですか？後で見れますかね？じゃあ帰宅しましょう。あと実績もちょっとお見せしましょうか。ログイン日数。あ、でも631日なんですね。さっきのあれ、ボーナスとしてちゃんと受け取らないといけないから、500日だったんですけど、実数600ちょいだから、もうちょっとで2年間ですかね、ログインしてると。いやー、すごい。さあ、美人さんも今24人いらっしゃる。さあ、どんどん増えますね。お金が50億あります。50億。実際50億とかあったら、すごいですね。使い切れないんじゃないですかね。まあ、何に使うかにはよりますけど。さあ、では行きましょう。今帰ってよと、すごいテンションが上がりですよ。もう家に帰ってきてもこんなテンション上がることないですけどね、普段。では行きましょう。さあ、どこどこ。あ、いらっしゃった。何か悩んでいるの？よかったら聞かせてくれる？そう、一つ悩みがあるとすると、あれですよね、この前の、スキン踊りしてから動画をお出ししたんですけど、あまりにもちょっとセクシーすぎて一部お見せできないっていうのがあったんですけど、それがないことを祈りつつ、とってもいいような感じになっていただけると嬉しいというよくわかんない願望を述べますが、行きましょう。おっと、素晴らしいですけど、大丈夫ですかね。大丈夫ですね、きっと大丈夫です。ノーカットでノーカット行きましょう。いやー、かわいらしい。じゃあ、あと3秒ぐらいですかね。終わりーと。さあ、いやー、よかったですね。まあ、ダメだった場合は。安心してください、旦那様。わらわはずっとそばにいますわ。そう、そばにいてくださいと。いやー、ほんと、それだけがなんか心配ですよね。まあ、最悪あれですよね。にゃんこ大戦争さんみたいに、若干あれ、モザイクをちょっとかけさせていただくみたいな感じになりますけど。いや、そうならないことを祈りたい。なんか、若干なんか、
ャラクター変わられましたかね。そうですね、新福ちゃんとかもなんか違う気が、ちょっとあれですかね、成長されたんですかね。私と同じであって、あなた様も私を思い続けて。いや、よかったらなるほどくんの動画を見直してみてくださいませ。あ、金将玉ちゃんですよ。旦那様、寵愛のパターンが変わるんですよ。おお、すごい、キョンシーちゃんですか。いいですね。キョンシーちゃんの格好って見たことないですね。そういえば仮装でもないでしょ、多分ハロウィンとかでもありそうでないですね。いやー、いいですね。これスキンだけで動画を撮りしたいぐらいありますね。それもちょっと考えてみましょう。ということでですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししていますので、よかったらなるほど点のチャンネルの再生リストから、引き続きですね、動画ご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。